皆さんこんにちは、サクソフォンの土田恵里です。12月19日に京都のバロックザールという場所でリサイタルを行います。今日であと1ヶ月となりました。共演者にピアノの弘中優子さんとメゾソプラノの望月智美さんをお迎えして、歌をテーマにプログラムを組んであります。フランスと日本の作曲家ばっかりで、歌にまつわるなんとかの歌とか民謡とか、歌とサックスのために書かれた曲とか、あとは歌、サックス、ピアノの3人でお届けする曲もありますので、ぜひ皆さんご来場ください。待ってます。